ヒーロー殺しが現れた町、ホスにノームが現れた。ホス、ノーム、消えた飯田君、ヒーロー殺し。まさか、やめとけ飯田君。レッツストーリー。僕はホス市のとある事務所へ職場体験でやってきた。この場所で兄はヒーロー殺しに襲われた。ヒーロー活動はもう叶わないそうだ。奴は一つの町で必ず4人以上に危害を加えている。ホスではまだ一人目だ。つまりヒーロー殺しはこの町に再び現れる可能性が高い。その時は唐突にやってきた。騒ぎを追っていた最中、路地裏にその姿を見つけたのだ。ヒーロー殺し、あいつを必ずこの手で。スーツを着た子供、何者だ。消えろ。子供の立ち入っていい領域じゃない。お前を追ってきた。こんなに早く見つかるとはな。僕はお前にやられたヒーローの弟だ。僕の名を生涯忘れるな。インゲニウム、お前を倒すヒーローの名だ。お前を倒す。私欲か、社会の顔面。レディークラッシュ。始末してやる。この腕で俺やって素早く。よっ、論外で躊躇なく。遅い。さあこの運命の足元を即座に駆ける回るぞ。聞いてから。論外だ。ダッドのごとく先を見据えて加速する。落胆させる。逃しはしない。失礼する。どりゃ足元、この運命素早く。論外だ。挽回吹かせる。即座に血に染まれ。素早く放さねば。ここから本物のヒーローに。エクセレント。ニューストーリーズ。最高に立派なヒーローの弟だ。兄に代わりお前を止めに来た。インゲニウム、兄弟か。奴は伝聞のため生かした。お前は弱いな。お前もお前の兄も弱い。偽物だからだ。黙れ悪党。兄さんは多くの人を助け導いてきた。僕に夢を抱かせてくれた立派なヒーローなんだ。お前が潰していい理由なんてないんだ。殺してやる。目先の憎しみにとらわれ私欲を満たそうとするなど、ヒーローから最も遠い行いだ。だから死ぬんだ。じゃあな、正しき社会への供物。あれ、黙れ。何を言ったってお前は兄を傷つけた犯罪者だ。セリア、助けに来たよ飯田君。バーボヒーロー殺しが現れた。
小僧と新幹線乗ってたらいきなり化け物が来やがった。さてどうしたもんかな。レッツストーリー。渋谷に向かう途中の新幹線、そこにヴィランが突っ込んできやがった。俺はそいつを連れて一旦その場を離脱した。飛び出した先の街中で見たのは、同じように気色悪い姿をしたヴィランどもが暴れる姿だった。一般市民に手を伸ばすヴィラン、まずい、間に合うか。そう思った矢先、やつの全身を炎が覆った。驚き、なんでここに。ヒーローだからさ。存じ上げませんが、そこのご老人、俺に任せておけ。老いぼれ扱いとは偉くなったな、トドロキ。さて、ガチ戦闘は何年ぶりかな。レディークラッシュ。腰抜けめ。チキショーガ、どいてもらう。チッ、直進、広範囲で真上に突進、急チキショーガー、ほいグルッ、どいてもらう、ほいや、飛ばすぞ、そらほい、どいてもらう、すっ、ほい、どいてもらう、ふったー、ずらー、飛ばすぞ、かー、広範囲で問答無用、ほい、押しゅ、ほい、どいてもらう、飛ばすぞ、そら、欲しがりか、ヘルスウルトラ、ウィン。時代は熱々よ。アメージング。道路割っちまった。久々だと加減がな。チッ、なんだ、やるじゃないか、ご老人。ショートのやつ、ご老人は今から言うアドレスへ向かってくれ。そこにうちのショートがいるはずだ。この場はこのエンデバー一人で事足りる。この場で起きている騒ぎは轟に任せ、俺は轟の言う地点へ応援に行くことにした。よっしゃ、見つけた、飯田君とヒーロー殺し。新技フルカール通じるか。やるしかない、僕が助けなきゃ。レッツストーリー。よかった、ビンゴだ。路地裏をしらみつぶしに探してきた。僕一人で時間を稼ぐ。できればヒーロー殺しを退ける。仲間が助けに来た、いいセリフじゃないか。だが俺はこいつらを殺す義務がある。ぶつかり合えば当然弱い方が淘汰されるわけだが、さあどうする。やめろ、逃げろ、言ったろ、君には関係ないんだから。そんなこと言ったらヒーローは何もできないじゃないか。
オールマイトが言ってたんだ。余計なお世話はヒーローの本質なんだって。余計なお世話だとしても、ふぅ、いい、レディークラッシュ、一気に懐に背中に、論外だ、じゃあそこだ、じゃあ、はい、うわ、届け、仕留める、いける、届け、そこだ、論外だ、うっさ、遅い、まだだ、助けるんだ、吹き飛べ、叩く、つらく、この勢い、もらった。行ける、届け、直接、届け、はい、いい覚悟だ、消えろ、この勢いで、論外だ、消えろ、間合いを詰める、いいアタック、論外だ、叩けよ、離さねば、貴様、はい、本物のヒーローになるんだ、アメージング、ニューストーリーズ、通じたぞ、フルカール、体が、パワーが足りない、だが動きは悪くない、確実に仕留められるよう画策した、そういう動きだった、口先だけの人間はいくらでもいるが、お前は生かす価値がある、こいつとは違う。ミドリア、こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。バーボー、遅くなっちまった。ミドリアのやつ、こういうのは詳しく書くべきだ。相当危ねえ橋だが、二人で守るぞ。レッツストーリー。ミドリア、こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。トトロキ君、なんで君が、それにその個性、数秒意味を考えたよ。一括送信で位置情報だけ送ってきたから。お前なら意味なくそんなことはしねえ。なら応援呼べってことじゃねえかって。トトロキ君、そいつに血見せちゃダメだ。多分血の蛍光摂取で相手の自由を奪え、みんなやられた。いい友人を持ったじゃないか、インゲニウム。ヒーロー殺しか。いい目だ。相当危ねえ橋だが、二人で守るぞ。隙は見せねえ。燃やし尽くす。このままじゃやべえ。ミドリア、この調子で型をつけるぞ。レディークラッシュ。その野郎、まあ、氷結、凍結か、凍結しろ。まだ俺の力だ。凍結か、論外だ、燃やし遅い。燃えろ、火炎で熱か、貴
貴様凍結しろ仕留める恒例炎熱かまずは右いい核破棄が固まれ炎熱か燃やしつつロム論外火炎で正すための犠牲だ燃えろ火炎で炎熱か論外だ左で炎熱か燃やしつつ論外だ好きにはさせねえぞどくったい正さねばよウィー時代錯誤の原理主義だやめてくれもう僕はやめてほしけりゃ立て俺がお前に言える一言なりてえもんちゃんと見ろ遅くなっちゃう僕は彼らの足元にも及ばないヒーローを名乗る資格などないでもそれでもレッツストーリーなりてえもんちゃんと見ろお前の言う通りだヒーロー殺し僕は彼らと違う未熟者だそれでも今ここで立たなきゃウィシュブローバースト二人にこれ以上血を流させるわけにはいかない感化され取り繕おうとも無駄だ人間の本質はそうやすやすと変わらないヒーローを歪ませる社会の癌だ誰かが正さねばならないんだそれでも折れるわけにはいかない俺が折れればインゲニウムは死んでしまう論外レディークラッシュ兄弟それや論外聞いてから加速するクイルがいい貴様即座に立てる素早く即座にこの腕で足元を飛び込む引いてからクイルがいい貴様素早くこの腕で勝てると即座に論外躊躇なくお前を倒そうせいや時間を待つ邪魔かそれが信念か防御落胆させるな足元呼び出し今行け勝利に勝つ次々と即座に貴様それが信念か失礼する論外だ回るぞ勝てるいい覚悟この腕で消えろよっトライ行け直接それが加速する呼び出しいい覚悟加速論外だこの腕で信念か貴様ウィーンここから本物のヒーローにエクセレント！ニューストーリーズ！いけるか？いや、今は！ありがとう、トドロキ君！レシプロ！エクステンド！ワンフォール！
振り返れ。今は行け。足が、拳があればいい。事件から一夜明け、僕たちはホス総合病院へ搬送されていた。レッツストーリー。その後、ヒーロー殺しステインは捕まり、僕たちはホス総合病院へと搬送された。個性を無断使用した僕らは本来なら規則違反で処罰されるはずだったが、ホス警察署長面構えさんのご厚意で僕らがステインに襲われ、エンデバーに助けられたというシナリオで世に公表された。思わぬ形で始まった路地裏の戦いはこうして人知れず終わりを迎えた。ただその影響もまた人知れず僕らを蝕んでいた。緑谷いづく、まったく、とりあえず体が動いちまうようなとこはお前そっくりだよ、トシノリ。申し訳ございません、私の教育が至らぬばかりで。いやはや、お前のことをけなげに憧れているあの子にも折を見てしっかり話しといた方がいいぞ。お前とワン・フォー・オールにまつわる全てを。ヒーロー殺し、奴の思想は拡散し、感化される人間が必ず現れる。そして個々の悪意は奴とのつながりが示唆されたヴィラン連合に集まっていく。着実に外堀を埋めて己の思惑通りに状況を動かそうというこのやり方。もしも死柄木弔にバックがいてここまでを想定して動かしていたのであれば、先代ワン・フォー・オール所有者志村を殺し、年寄りの腹に穴を開けた男、オール・フォー・ワンが再び動き始めたと見るべきだろう。事件から一夜明け、僕たちはオール・フォー・ワン、奴が再び動き出した今、あの子も知るべきだろう。ワン・フォー・オールの全てを。レッツ・ストーリー。ホス事件から数日後、僕はオールマイトに呼び出された。伝えられたのはワン・フォー・オールの原点とその役目について。それは他者から個性を奪い、そしてそれを他者に与える個性、オール・フォー・ワンからワン・フォー・オールが生まれたこと。世を思うままとし、悪の支配者として君臨したオール・フォー・ワンが今も存在し、そして代々ワン・フォー・オール継承者が彼と戦ってきたこと。5年前の戦いで私の代でついに奴を討ち取ったはずだったのだが、奴は生き延び、ヴィラン連合のブレーンとして再び動き出している。ワン・フォー・オールはいわばオール・フォー・ワンを倒すため受け継がれた力。君はいつか奴と巨悪と対決しなければならないかもしれん。酷な話になるが、オールマイトの頼み、何が何でも答えます。あなたがいてくれれば僕は何でもできる、できそうな感じですから。言うんだオールマイトよ、言わねば。違うんだよ緑谷少年、私は多分その頃にはもう君のそばにはいられないんだよ。ありがとう、
彼は決意を固めていってくれた。頑張りますと。私と一緒なら僕は何でもできると。彼の信念を、成長を感じ嬉しかった。でも、だから言うことはできなかった。